さあ NET 系に移ります。 NET 系のこれはね NET テレビ、 NET って今のテレビ朝日ですね。 NET テレビ用意ドンから用意ドンというね、この人がお姉さんかな、でお兄さんが3人いるという、まあ、後のパンポロリンに通じるものですね。誰なんだろう、ちょっとよくわかんないな、この写真だとよくわかんないですね。誰だろう。そもそも用意ドンって番組は知らないんですよ私。多分 NET の朝やってたピンポンパンみたいな番組だと思うんだけど、見たことないですよ。なぜならばピンポンパン見てたからね。あとおはよう子供ショー見てたり、だから多分時間もかぶってると思うんで、これは見たことないんですよ用意ドンは、ね、でもさ、これ番組ロゴだと思うんだけど、用意でここにエクスクラメーションマークあるんですよ本当は。それが上に切れてるというね、見切れてるという、ちょっとこのタイトルの付け方もどうなのかなと思うんですけども ね本当は用意、エクスクラメーションマークドンなわけだよね。エクスクラメーションマークが途中で切れちゃってるというね。さあちょっと一部分、じゃあ主題歌引用してみましょう。私も聞いたことないんでこれは。まあ、やっぱり聞いたことないんですけど、ただこのジャケットのお姉さんね、男の人もよくわかんないけど、お姉さんが、まあこの人がやっぱり番組のお姉さんだと思うんだけど、これが歌ってる純恵理子さんなのかな、ちょっとよくわかんないですね。で純恵理子さんというと後にね改名して愛美代子さんとなって渡辺プロでね活躍する歌手の方なんですけども、だからこれが純恵理子さんだとすると、まあ愛美代子さんってことなんだけれども、ちょっと写真、愛美代子さんの写真と見比べてもなんか私にはよく判別できないです。もしご存知の方いらしたら教えてくださいね、これもコメント欄でね。さあ引き続き NET ですけれども、こちらパンポロリンですね。パンポロリンはいつかなんか扱ったかもしれないな、何かで扱ったかもしれないですけどもね、一番最初パンプロリンってね、いろいろ番組名変わるんですけど、中身はほとんど変わらないんですけどもね、一番最初は遊びましょうパンプロリンって言ってたんですよ。で NET テレビ遊びましょうパンプロリンからそれゆけバンバン、それからなんだパンプロリンで遊ぼう、このパンプロリンで遊ぼうの方が主題歌ですね、山田美也子さん、コオロギ73の皆さんと。でこれはやっぱり、お兄さんが、お姉さんが山田美也子さんで、でお兄さんがコオロギ73の4人の方ですね。この頃4人でした。はい。でこれがパンポロリンのマスコット。パンポロっつんだっけ？なんかね、毛虫なのかな？なんで毛虫がマスコットなのかよくわかんないですけども。でパンポロリンもね、大ヒット曲を生むんですよ。げんこつ山のたぬきさんっていうね、大ヒット曲を生んで、その後次から次とレコード出すんです。コロンビアさんだからね、もう味を占めてですね、次から次とレコード出すんですよ。これ遊び場所パンプロリンの頃はそうでもないんだけど、番組名変えてね、行くうちにどん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 レコードが出るようになっていくというね感じ。げんこつ山のたぬきさんかな、その次の番組、そうですね、じゃあまあそれ順番に追ってやっていきましょうか。とりあえずこのパンプロリンで遊ぼうを引用してみましょう。なるほどね、コオロギ73の皆さんはいいね、やっぱりこの間の対談動画で小倉さんも言ってたけど一生懸命コーラスとかその声、遊ぼうとかさ、うーとかいうのをものすごい一生懸命声出してるなっていうね、確かにいいですねこれね。でこの主題歌のパンポロリンで遊ぼうの方が字が大きいんですけど、 B 面なんですよね、 B 面つうか2面つうか、だ A 面とか1面はこのそれゆけバンバンの方なんですよね。でこれパンプロリンシリーズって主題歌を、あパンプロリンシリーズだけじゃないな、子供向け番組ってあんまり主題歌を A 面に持ってこないっていう、なんか不思議な伝統がありますね。なんでなんだろう、やっぱり主題歌を売らんがために作ってるわけじゃないですよ的なポーズなのかな、ちょっとよくわかんないですけどもね。だからこれもそうなんですよ、
ね、NET テレビトベトベパンポロリンからちびっこボンパンとね、番組名が遊びましょパンポロリンからトベトベパンポロリンに変わっております。でちびっこボンパンという歌が A 面になってて、で B 面がトベトベパンポロリンね、というまあ主題歌、番組名が変わってもマスコットも変わらないと。ただ主題歌は変わったんですよね。でトベトベパンポロリンってこんなちっちゃく主題歌オープニング主題歌ですからね、これがこんなちっちゃい字で、もう不思議だな。ちびっこボンバンの方がこんなに大きい字でね。でこれね、レコードが確かね、挿入歌っつうか番組の中で使われた歌をいっぱいレコード化して、でかなり経ってからこの主題歌が B 面になってるレコードが出てると思いますよ。確かそのぐらいこの主題歌をレコードにするってことになんか遠慮してるっつうかな。子供向け番組って面白いね。なんかね、なんでなんだろう。やっぱりさっき言ったように主題歌を売らんがために作ってるわけじゃないですよ的なポーズなのかもしれない、ひょっとしたらばね。じゃあこのトベトベパンポロリンの主題歌であります、トベトベパンポロリン引用してみましょう。カワニコちゃんなんちゃん、トベトベパンポロリン飛び上がれ、あんまり変わらないっていうね、番組世界があんまり変わらない、番組名だけが変わった。だお姉さんが山田美也子さんで、多分この男の人4人はコオロギ73の皆さんだと思うんだけどもね、多分ね。だからあんまり番組世界は変わってないという感じですね。ところが番組名が飛び出せパンポロリンに変わるとかなり変わるんですよね。まずマスコットが大物パロパロっていうのになって、あ、そういえばさっきのね、トベトベパンポロリンの時も大きな栗の木の下でっていう、まあちょっとあれも割と小さめのヒットになったんですよね。で飛び出せパンポロリンに変わるんですけど、これはマスコットが大物パロパロってに変わって、さっきの毛虫みたいのからね、パンポロって確か言ったと思うけど忘れちゃったけどね、でこれがパロパロ、大物パロパロに変わって、パロパロはぬいぐるみもあったと思うんですよね。着ぐるみも確かあったと思うんだけど、で主題歌じゃないんだよね。やっぱり A 面1面がダンズビロックっていうもので、で主題歌オープニング主題歌の飛び出せパンポロリンはやっぱりこれも2面なんですよ。なぜかね、そういう伝統っていうか不思議な作り方なんだけど、で顔ぶれがちょっと変わってね、マスコットだけじゃなくて顔ぶれも変わって、山田美也子さんは多分引き続き出てると思うんですけども、コオロギ73、あ、いるのかな、いるのかな、ちょっと片隅に一人映ってますね。これ多分コオロギ73の人だと思うんだけど、であと女の人でね、お姉さん役でマッハ文明さんが加わるんですよね。でこのダンズビロックっていうのはマッハさんが歌ってると、ね、なんで山田さんがいるのに、山田美代子さんがいるのにマッハ文明さんがわざわざ加わったか謎ですけどもね。でもう一人この男の人がいて、これ誰だっけ、高松茂雄さんだっけな、あ、そうですね、高松茂雄さんですね。なぜか高松茂雄さんが加わってるというね、謎ですね。どういう配役なのかっていうのは、このマッハさんと高松さんをなぜ加えたかっていうのは謎ですけれども、まあとりあえずこの主題歌を一部分引用してみましょう。飛び出せ飛び出せパンポロリン、魔法に魔法をかけちゃおう。まあパンポロリンはね、そんなに見てたわけじゃないんだけど、今あった3番組ね、遊びましょうから飛べ飛べだっけ、飛び出せとか、3番組とも主題歌覚えてますね。よく覚えてる。だそんなに毎日毎日見てたわけじゃないし、本当にたまにしか見てなかったんだけどね、やっぱ主題歌いい歌ばっかりだから記憶に残ってますね。でも怪盗人間なら殺されるかもしれないじゃないですか。ウルトラマンはきっと無敵なんだろうなと思いますけど、こっちは頑張れよ死ぬなよみたいな。